突然やけど、監督やコーチに質問してますか？今回は質問について父ちゃんの考え方を話するわ。監督やコーチって実は君が考えてるよりずっとずっと教えることが好きやねん。聞いてもいないのにああだこうだ言わはるやろ。ってことはよ、逆に君から聞いてみたらどうなると思う？監督コーチってアホやからな。お、こいつやる気あるんやなって絶対考える。そしたらな、頭の中に君のことがインプットされて、好きな女の子が気になるように君のことが気になり始めるね。人とうまくやっていくためには会話することってめっちゃ大事で、お互いに理解し合うことが絶対絶対大切やねんな。父ちゃんも選手やってたから君の気持ちはよくわかるし、質問することに勇気がいることもめちゃくちゃ理解できる。ましてや眉間にシワを寄せた鬼軍曹みたいな監督コーチやったらなおさらやんな。でもな、そんな怖い怖い鬼みたいな監督やコーチでも質問するって絶対的に効果があるね。経験上、心臓バクバクで質問して何を言われたかわからんくらい緊張してても、話し終えた時の達成感って半端ないし、やる気めっちゃ上がるで。マジでおすすめやし、早速行動してみて。以上。